皆さんこんにちは。今日はスターボードの80プロモデルのスターライトに乗っていきたいと思います。でね、この80っていうサイズとスターライトっていうモデルは自分乗ったことないんですけど、今日の湘南の波がもも腰たまに腹ぐらいのちょっと温シャーが入っててよれてる波なんで、ちょっとこういうパワーのない波でどのぐらい動いたりとかどういう動きをするのかっていうのをちょっといろいろ乗ってレビューできたらなと思います。まあ、本当すごい基本に忠実にしないとこのボードは動かなかったんで、だから大きい板ほどしっかりステップバックだったりとか
しっかりボトムターンの時にしゃがんであげたりとかやってあげないと大きい板は動かないっていうのが分かりましたね。でもそれをしっかりやってあげるとオフザリップだったりとかカットバックだったりとかこの小さい波でも 3,4 回技入れることもできたんで、まあ自分の体重が今58キロぐらいなんでこのボード自分にとってはすごいオーバーフローなんですけど、ただ自分より体の大きい人とかその最初のステップアップボードにっていう人はこの板はすごいおすすめできるかなと思いました。で今日はスターボードの80プロモデルを乗ってみました。まあまた近々ね違うボードも今ストックであるんでそれを紹介するんで皆さん引き続きチャンネル登録の方よろしくお願いします。 OK、 俺の YouTube 見てる？見てない。見てないの？教えてくれないの？え？チャンネル登録してくれますか？はい、しろ